南の島の大地の上の馬と人々。19世紀フランスの芸術家ゴーギャンが1892年に描いたタヒチの風景。画家が移り住んだ南太平洋の島タヒチの住人たちは、服も体もどちらかといえば自然主義的な色彩。これに対し空の色は明るい赤、青、黄色の原色。空の下の山には赤、青、黄色が暗く映っています。暗い緑の樹木には鮮やかなオレンジ色。同じ色は馬の口やお尻、大地にも見られ、傍らのレモン色とともに際立ちます。橙色や黄色のような目立つ視覚的な効果が高い色彩を積極的に用いる手法は、南国の島タヒチをこの世の楽園とみなして特徴的な色彩で表した画家の独特の色使いであると言えます。